で、ええ、そもそもヒデちゃんとどうして知ってるわけ？僕だから昔のお兄さんが知り合いで、まずそうですね、どうしたの、そんな関係から紹介してもらって、僕はまだ本当にデビュー全然する前で、ちょうどヒデがハーフポテトな俺たち、もう今それを言える人少ないですよ。そう、デビュー作です、ね、名作ですよ、あのドラマ。嬉しいです ね、あれに出てた頃に、はい、ちょっと僕はまだ本当に東京出てきたばっかりで、なんか東京の色にまだ馴染んでない時に、いろいろ東京のね、いろんなことを教えてもらったっていうんですか。トシちゃんがその時にね、まあ、デビューする前で、うん、デビューしたいんだけどさって、このいい曲ができたんだって言って、うん、聞かせてくれた曲を覚えてます？あ、覚えてない。俺が、え、俺ヒデのあのワンウェイボーイだっけ、マニアックなナンバーですね。明日にワンウェイですね、明日ではデビューシングルです、はい、あれを歌えるからね。もう今日は完全保存版、このビデオ僕として。でもその頃にそんなね、まだデビューする前にそのなんですか、今はもうそんなの聞いたっつったらすごい話じゃないですか。それを部屋で聞かせてもらったんです、テープでね、テープで6畳一間の部屋で。じゃあということは、ヒデちゃんのいろいろ過去の若い過ちなんかを知ってるわけですよね。まあちょっとこれはね、やばければどんがらがんかガンと音入れますから。何だろう、どんがらがんがんがんっていうのは、ピーは他で使ってるから、どんがらがんかガンって入れますから、なんかちょっとね、触りのあるところで。そんなにないと思いますよね、そういう方は。別にそんなないですよね、ね、言えるようなことはね、そんなないですよ。そこはちょっと聞いてみたいな、言えないことってのはね、気になるな。やっぱりこれからまだね、ドラマとかあるし、NHK とかも出てるから、いやいや、でもね、僕はね、カラオケ行ったのよく覚えてるんですよ。あ、すごいとこ行ったよね。すごい、なんだ、連れてくれた。御徒町。御徒町。僕じゃないですよ。トシちゃんのその知り合いのスナック行ったんですよ。違うの、うちのお袋で行ったのよ。あ、そうでしたっけ。あんた歌った歌覚えてます？覚えてる。オーヤンフィーフィーラブイズオーバー。よく覚えてるね。そん時僕、これは歌がうまいと。こんなうまい人、今芸能界、いや音楽界いないと。それで、その帰りにヒデの車で帰ったんですよ。そうっす、なんで？当時ね、カマロだっけ？カマロですか？ボロちょいカマロ乗ってて。それで、止まっちゃったんですよ。それで、ちょっとトシ、ちょっと押してくれって言って。で、俺降りて、よし、押して。それで、僕、まだね、アマチュアだったと思うんですけど、でライブをやってたんですよね。うん、そうですね。中野の、うん、公民館かなんかで。ああ、あったね。その時ね、もうすごい。それは違うグループ？いや、X です。あ、あ、そう。そこでやるっていうんで、僕見に行きまして、うん、ちょっとお花をこう出したんですけど、まだ今なんかね、コンサート行ったら花だらけじゃないですか、バーって皆さんから、うんうん、花、僕だけ一本？いや、一本じゃねえよ、花は。ありがとうございました。で、その次に会う時には今度招待状をくださったんですよ、うん、でどこでコンサートやるのかって言ったら東京ドームだったんです。うわ、中野の公民館からいきなりもう東京ドームまで入ってたんだ。ちょっとその間がちょっと随分あったんですけど、でも十数年前にそんなこと全くあんまり考えてなかったですからね、将来どうなるかなんてことは。そうですか、いや、どうだったの、ヒデちゃんは売れると思ってたんですか？いや、もう絶対売れると思ってました。ほう、そうですか、なんか根拠みたいなのあったんですか？だから早く AB ブラザーズを解散してソロとしてやった方がいい。プロデューサーですね。ヒデちゃんはどうだったんですか？あ、もうね、その歌聴いた時にも絶対こんな上手い人いないと思って、カラオケスナックでここまで上手く歌った人と会ったことはないと思ったんです。まあ、なんつうのかな、でね、お互い傷口を舐め合う。そうですね、だから本当にまた行きたいんですけどね。行きましょう。まだね、いつまで日本にはいるんですか？いや、しばらくいますよ、今回は。ロスで、まあオフの時はっていうか、普段何してるんです？例えば趣味とか。普段はね、まあほとんど毎日レコーディングをやってたんですけど、まあその行き帰りとか、ちょっと時間があると、まあ散歩とか、散歩、最近カメラを撮り始めたんで、写真を撮り始めたんで、割とこうカメラ担いでちょっとドライブしながら海行ったり山行ったり散歩してます。写真なんか前から結構好きだったんですか？いや、全然好きじゃなくて、まあエッセイを
やるっていう話があって、はい、それで一緒に写真も載っけたらどうですかって言われて、はい、じゃあやってみますって言って、それがこれなんだ。あ、そうですね。ねこれ自分で撮ったやつですか、これ写真ですけど。綺麗だね。そうですね。こうしてこの写真もそうですか、全部ホストのやつが好きなんですよ、俺は。すごい綺麗。でも一回こうカメラってのは後ろのものとか持つとこ離せなくなるって言って、あのどこ行く時でも持っちゃうでしょ。もうどこ行く時でも持ってます ね。でこの間ロサンゼルスで宮沢りえちゃんと会ったんです。会ったっていうかすれ違ったんです、うん、で僕カメラバッグ持ってるんです、うん、でまあ帽子とかかぶって、まあ普通のおっさんみたいな格好してるでレストランからちょうど彼女が出てくるんで僕は入ろうとしたんです、うん、そしたら僕カメラバッグ持ってるから、はい、レイちゃんがきっとなんか日本のなんかそういうマスコミじゃないかなと思って、うんうん、なんか顔をこう背けてあらなんか僕を無視しながら出て行ったわけですよ。知ってて無視したわけじゃないですよね。そうかもしれない。それ知ってて無視だったら最悪じゃないですか。ね、あれんだけどロス連れてってくんないかな。え、いいよ、いつでも。向こう家とかあるんですよね、もちろん。なんかレコーディングで来ればいいじゃん。今度いつ出てたの新曲。もう2年出してません。リゼちゃん、これ企画で作ってもらおうよ。そうだよ。もう本当もうお願いします、本当に僕が、もう全部やってプロデュース、プロデュースもあなたのもの何でも好きもう好きにして、本当に。ついでって言っちゃうのはなんか私もここ2年出してないなんかできればなと。できれば、ぜひ、あのユニットでも構いませんヒデでも歌うまいからね、いやそんなことないですって、僕は全然歌うまくないですもん、あの都市の真似とかしようと思うんですけど、高すぎてできないんですよ。よくあのちゃんとやってるんですね。僕声を出す時っていうのはそのゲロを吐く時の喉と同じだって言いますよね。ああ、喉は開けってことですね。開けってこと、僕はゲロはかなり吐いてるんですけども、かなり吐いてますよね。かなり吐いてますよかなり入ってますね。入ってますよね。ご存知のようにかなり入ってます。身近でも測れてます。御徒町の時も吐きました。入ってましたね。吐きました。これ僕基本なんですよ。でいつもその時にあ歌を歌う時はこの喉を使うんだ。そうここなんだと。なるほど。でも歌うと閉まっちゃうんですよ。ね、難しいですね。吐きながら歌ったらどうする。見てみたい気もする。あのさ、キーワード聞いてないんじゃない？そうだ。聞いてないですか？そうですよ。キーワードのマッサージ。あの好きなんですよ。何がですか？いやそのヒデとかがよく行くやつは行ったことないですよ。誘われたことは何かがあるんですけど。いや僕は。いや何言ってんのよ。何言ってんの？そういうの本当に行ったことなかったんですけど、結構ねこの間その温泉に行った時に、ほうほう、ロスの。ロスの方で、あのソルバンっていう町のちょっと先の方にあるんですけど、スウェーデンマッサージ外人さんスウェーデン盛んらしいもんね。響きがね結構サウンドがなんかサウンドがね本当いいですよね、スウェーデン、もうスウェーデン食わずはなせるんさ、女性若い女性いたねり尽くせり石川せり、独断症じゃないですか。どんなこと。それで個室入るんですよ。個室。お願いしました。もらいました。個室に入る。Take off your clothes なんですよ。全部脱いでくれって言うんです。全部脱いで。ほうほう。上も下も。上も下も。で全部ですかって聞くわけですよ。いや全部だって。パンツも。パンツもですよ。もう。でなんかそっちのでオイルを調合してる。オイル。まいったなこれは。いったな、海藻ですねそれは。なんかいい匂いするんですよ。海藻。いい匂い。海藻系ですよ。大丈夫大丈夫、食べても大丈夫ってやつね。それわかんないな。それわかんない。ごめんなさい。それ今流行ってる。いや流行ってないです先生。オイルを。まあでも普通のマッサージだったんですよね。でそれ塗ってくれるんですかそのオイルを。オイル塗って結構ね。なんか結構。いいんですよ。すっごい気持ちよくて、なんか筋肉がなんかベローンってなる感じ。でもやっぱりこうやってうつ伏せのまんまじゃないじゃないですか。やっぱりこうやって仰向けにガッとなった時は、仰向けも。そしたらやっぱりパンツ結構ね際どいとこ来るんですよ手が。あ、ここですね。この脇、この脇ですね。ここまでは来る。来ますよ。全部パンツ履いてないんですよね。履いてないです。これ俺は。でもうまーくね触れないように来るんですね。コリ、あのコリコリコリとかないお父さん手はやめなさい。でもそれ気持ちいいでしょうね。それはメンバーでは一人だけ、
あんまり他の人は聞いたことないですね。本当。僕は割と針とかそのマッサージとか、うん、その気持ちいいの好きなんですよね。どうですか、ツアーとかにもじゃあマッサージの方とか連れてったりとか。X のツアーの時はトレーナーっていうか針のスポーツバリっていうんですかね、割とオリンピック選手とか、はいはいはい、スポーツトレーナーみたいなのに針を打てる人、はい、へーの先生がやっぱりついて、喉とかにやっぱ直接、喉、喉も行くんですか。喉行きますね。やっぱり全然違うもんですか、やっぱりそれ人にやってもらってるのとやってないんじゃん。やっぱり違いますね。ああそう、まあ、メンタルな部分でも違うし、リラックスするのかな、うん、あと喉もやっぱりこれきついじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱりなんか結構出るようになるですよね。ああそうですか、うん、だいぶアルバムも出てませんし、はい、僕たちの心配ファンの方も心配されてるんですけど、今 X ってどの状態なんですか。X ちゃん5年の歳月をかけまして、はい、アルバムが出来上がりました。あ、それがまあ秋に出ると思いますけど。5年ぶり、5年ぶり、はい。まあ、ちょっとどうしてその4年間も空いてしまったら5年ぶりという ね1曲にやっぱりかける時間が長いんですよ、まあ、基本的に YOSHIKI がプロデュースしてるんですけれども、まあ、彼 その作り方っていうのが、うん、違うんですね。その違うっていうかすごく長く時間をかける。 それはレコーディングに入ってから長いんですか。長いです、まあ、曲作りから長いですけど。だから曲自体は、うん、例えばもう 2,3 年前からある曲なんて随分あるんですよ、うんうんうん、原型は。それがアレンジとか、うんうん、そのレコーディング、実際、うん、特にボーカル撮りは、うん、まあ、1曲に何ヶ月もかける曲もあります。1曲に何ヶ月ですか、どういう状態でウェイティングとかその実際レコーディングスタジオに入ってどういう状態なんですか。いやもうだから結構もうその世界に行かなきゃいけないんで、苦しい曲の時はもう日々苦しく過ごしてるんですよ。苦しい曲の時は日々苦しく、だからまあ役者さんじゃないですけど、役作りじゃないんだけど、割とそこのそのなんか例えば主人公だったり歌の環境のところに自分を持っていかないと、まあその彼が求める歌っていうのができないわけですよね。ああそれは時間かかりますね、それやったら。だからまあオーケストラの一楽器のようなもんなんですね、ボーカルも。おー、YOSHIKI さんからしてみれば。そうですね。でもやっとまあ出来上がったということなんですけども、はい、もう出来上がったわけですよね。出来上がりました。どんな感じにまあしはったんでしょうか。いやまあどんな感じって言ってももうね、分かんないですね。そうですね。なんて言ったらいいか、もう聞いていただきたいという。っていう、そうするともちろんまたそっちのコンサートツアーみたいなのもまた控えるわけですか。そうですね。でもまあ、前回もその YOSHIKI の、 ちょっと怪我して、はい、キャンセルをしてしまったんですけども、ちょっとまだその体の具合の方が、まあ、今リハビリ最中で、ちょっと どの時期にどういう形でそのドラムを叩けるかっていうのはまだはっきり見えてないところなんですね、だからまあそのステージへ立つつもりでリハビリはやってますけれども、ちょっとまだ。でもまあ星さんのね自分のソロ活動の方もありますから、そのバランスの取り方っていうのも難しいと思うんですけども、だから今までその5年間の間にね、やってきたソロ活動っていうのはやっぱりどっかそのレコーディングがあったから、やっぱりどっかこう突き抜けてないというか、解き放たれなかった部分が心の中にあったと思うんですよ。でもまあやっと今回はね、終わってから自分のアルバムっていうか、まあ自分の曲ができたんで、そういう意味では全然なんか質感が違う、自分の中では全然違う歌声というか、あの楽曲になってるんですよね。なるほど。もうねシングルが、はい、発売になっておりまして、はい、パッションオブラブ、これはなんかビデオはオレゴンで、イメージがね、なんか大草原の小さな家って感じだったんですよ、なんか大草原のバーっていうところで撮りたいなと思ってて、で、まあ、ディレクターとかと相談して、そしたらたまたまオレゴンに住むとこがあるっていうんで、ね、ちょうど前の日 X の撮影やっぱりしたんですよ、俺そっちはスタジオの中でもうめちゃめちゃ暗い撮影やったんですよ。でスタッフは同じだったんで、みんなそれ本当に同じなのかってやっぱみんな不思議がってましたよね。それぐらい違うという、全然その野外 その開放的な感じと、なんか室内のも暗い感じと、まあ両方それなりにやる。